ゴールデンウィーク特別企画、4月の30日で土曜日でございます。キッカーがね本日リメイクされまして、まあ、サイズは一緒です。うまい具合にね今まで通りと同じです。サイズはで左側はねちょっとリップが上がるようになりましたね。リップが上がるようになったんでデコ落ちすると結構衝撃があるんでしっかり、ランディングの半分ぐらいまで飛ぶぐらいの気持ちで2発目は飛んだ方がいいですね。で1発目もね一緒なんですけど、あのナックルがね だいぶなんだろう、ナックルがでかくなったっていうのかな、長くなったっていうのかな、ちょっとねナックルがねだいぶ広いんでナックルの向こう側にまで飛ぶ感じになりました。今までよりもうちょっと飛距離を出すような感じになりました。今まで通りだとちょっとねナックルに弾かれ気味になりますので、はい、渡る先生でございます。渡る先生でございます。渡る先生さっきバック転やってましたけどやらないですね。バックスリーですね。はい、そんな感じでねやっぱリメイク本日リメイクされたんですけども、やっぱね飛びやすい、リメイクされたばっかりのキッカーはめっちゃ飛びやすいんで思わず3時まで滑っちゃいました。ただいま15時、はい15時です。まああと2本ぐらい滑れるんですけど、大事を取って終わりにしたいと思います。で B3 はね、あ、まあ、俺のスピンの話はどうでもいいか。そんな感じでゴールデンウィークも本日リメイクされて、3日ぐらい調子いいと思います。3日ぐらい調子いいんで、そしたらまたリメイクですかね。もう1回ぐらいリメイクするんじゃないですか。ゴールデンウィーク長いですから。はい、そんな感じで、はい、でねそこはめっちゃ道幅狭くなりました、うん、もうね毎日限界状態ですね。毎日限界状態で、で必要最小限しか雪出しを行わないって感じですね。雪をどんどん出しちゃうと溶けるのも早いですから、必要なところにだけしかもう雪を出さない作戦で、と思われます。ちょっとね雨がねちょっと強かったんで、ちょっとこうゴールデンウィーク後半厳しくなってきたんじゃないかなっていう感じはあります。はい、そんな感じです。はい、エーデルワイスじゃねえや、エンターテイメント15時現在こんな感じです。はい、ボコボコです。しかし、北エリアより雪があります。北エリアはキッカーに全部雪を持ってかれてるんで雪があんまりないですけど、エンターテイメントはしっかりありますね、うん、ここはゴールデンウィーク持つ、絶対持つ。ここは北エリアはちょっと厳しくなってきたんでキッカー潰しちゃうかもしれないですね、あれ1個。はい、そんな感じでエンターテイメントは十分ゴールデンウィークやっていけそうです。はい、どうも皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク特別企画、湯沢はですねゴールデンウィークにまだ桜が咲いております。こんな感じでございます。もうね満開はもうとっくの塔に過ぎちゃったんですけど、いやーやっぱね冷え込みがある分咲いてるあれも長いのかな、湯沢は知らんけどね。昨日なんか土砂降りだったけどまだこんだけ花が残ってる、桜が残ってるなんてね。こんな感じで湯沢インターのすぐ近くですね、場所はなんつうとこか知りませんけども、湯沢カルチャーセンターの目の前にある公園でございます、はい、うわーこんな感じで桜が咲いております、はい、ね、このなんか江戸時代の橋を登り渡り、
江戸時代の橋を渡りですね、犬がうんこして、鯉を魚釣りもできますね、ここは。鯉がボイル、鯉が湧いております。はい、こんな感じで、はい、とてもこう珍しいゴールデンウィークの桜でございます。湯沢ならではの、いいですね。Thank you.